そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は、ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた誠の者の不要。すべて私のせいです。人、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るという無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。奴の魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。別れを告げろ。お導きください。ユナ、頼むから。ユナ、で、どうだった。志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなく藩に。
叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。死んじまったら元も子もないだろう。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再び母に挑んだとしても、帰り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ、ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。ヘレンハイトスパイガーヤマルデゲマルオダクイウキティルポーノモッサムライオリメスタラデゲンタマッサイあんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやる。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば、石川先生や足立政子殿、このお二人を。高だって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。高の腕なら朝飯前さ。捕まった場所はヘチのあたりだった。お主は先に行っておれ、後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。
かかってこい。Ямар нэг юм харв уу? Юм алгаа. Явчих. Эхтэй болгоомжтой. Ахиад учруул. Үхтэл болгоно. Очиж бари. Яскай. Тэр лягорте. Юу асах та? よし。
ちょ、チュハルゴ、Perdiu!하고 지금 하고 어이 주도 극장 한다
좀 봐가라. 아트작사! 頭を空にできる場所を探したらどうだ。海の近くとか湖に入りにくい。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。ああ、いえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っている。
猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。素材が足りないようですね。助かった。どうかお気をつけください。仲良くやっていこうな。まさかあなたもお侍？生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。ここだ。行こう。どうした？どうした、トゥルキン？どうしよう。
いい子だ、影。吉の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。手伝いできることは？素材が足りないようですね。では道中の牧事を追い出して、お侍、まさか石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは？生きておる。道場はどこだ？森の先です。ご案内いたしましょう。お出陣なさらなかった？そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、ご様子で。ああ、いつものことですけど。あの、先生の伝説は誠ですかね？伝説だと？たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。
もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも？滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても？先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあ、わからんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場、境があったか調べてみ。射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたもの。血だまり、かなり深手のようだ。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な庵。動くな。石川先生。酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか？おりませぬ。では猛虎に手向かう者は？残念ながら他にはござらん。なら急がねばな。
二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は？お前の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは？生まれは百姓。だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは？門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった？お主は有望。巴は神道よ。いっ、もこ殺すぞ。さこやつら酔ったタヌキだな。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。血の跡、わずかだが。死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるため。捕まった。では今頃。尋問か拷問、あるいは。まさか叔父上も同じ目に。恐怖は武器になる。たじろげば猛虎の思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると？中山だ。これでは近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか？けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず。心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた？この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えてな者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に？早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。的が遠ければ矢は落ちると教えた。まずまずだ。
さらに遠くの的ではどうかの集中戦か。今のは肩慣らし。どう思った？手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば駒田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。何、戦いはこれからよ。いざ中山だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。急兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。まるで痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。ありと嫌で猛虎を穴だらけにする算段か。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。まだだぞ。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。日本寸たちだ。
Daşo, Turgut. Daşo.俺を撃つとは縛られ矢の的にされたか巴は待て俺は巴のもの辺りを調べろもうこの矢ではないこれは巴の矢だ確かですか鹿の角の矢はずはわしが教えた海わしの矢羽根もな弓を奪われたのでしょうかそれにしては狙いが正確猛虎の兵なんぞにできぬ芸と巴に弓を使わせたのか巻物猛虎の言葉で弓について書かれているあなたの名もここにわしの教えを猛虎に売ったということかだれかが住んでおったようだ。
女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。聞こえたか。島のものです。寒い。女を探しておる。弓取りだ。同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、いてえよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため思いは敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。俺に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を蒙古に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。ああ、約束しよう。絵はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿、対馬随一の女武芸者だ。Thank you.